ギュスター・ブドレ制作の版画レビアタンは、旧約聖書に登場する海中の怪物、悪魔と見られることもある。ねじれた、渦を巻いたという意味のヘブライ語が語源。原義から転じて、単に大きな怪物や生き物を意味する言葉でもある。旧約聖書で、海中に住む巨大な怪物として記述されている。神が天地創造の5日目に作り出した存在で、 同じく神に作られたベヒモスと二頭一体をなすとされている。ベヒモスが最高の生物と記されるに対し、レビアタンは最強の生物と記され、その硬い鱗と巨大さからいかなる武器も通用しないとされる。世界の終末にはベヒモスと共に食べ物として供されることになっている。ヨブキ四十一節によれば、レビアタンは その巨大さゆえ海を泳ぐ時には波が逆まくほどで口から炎を、鼻から煙を吹く。口には鋭く巨大な歯が生えている。体には全体に強固な鎧を思わせる鱗があり、この鱗であらゆる武器を跳ね返してしまう。その性質は凶暴そのもので冷酷無常。この海の怪物はギラギラと光る目で物を探しながら海面を泳いでいるらしい。本来は すがいで存在していたが、あまりにも危険なために繁殖せぬよう、オスは殺されてしまいメスだけしかいない。その代わり、残ったメスは不死身にされている。また、ベヒモスをオスとし、タイに当たるレビアタンをメスとする考えもある。その姿は、伝統的には巨大なクジラや魚、バニなどの水陸両生の爬虫類で描かれるが、後世には、ウミヘビや竜などといった形でも描かれている。 イザヤ書に登場する海の怪物ラハブと同一視されることもあり、この場合、カナン伝説と同じ起源を持つ。同時に、バビロニア神話に登場するティアマトとの類似性が挙げられる。ここから、後世、後日のレビアタンを悪魔とする理解も登場した。また、ユダヤ教の伝説では、アダムを女の姿で、イブを男の姿で誘惑した。 両性具有のドラゴンだと考えられていた。中世以降は、サタンなどと同じ悪魔と見られるのが一般化した。基本的には、本来のものと同じく、海、または水を司るもので、外観も、怪物とする。その一方で、一般的に想起されるような悪魔の外観を持つ、場合もある。元のレビアタンが、何者の攻撃も通さないように、悪魔としてのレビアタンは、 どんな悪魔払いも通用しないとされている。デビアタンは大嘘つきで人に取り付くこともでき、それを追い払うのは非常に難しいとされた。特に女性に取り付こうとする。悪魔学では自ら生まれた悪魔とされる。コランド・プランシーの地獄の辞典によれば地獄の海軍大帝徳を務めており、また悪魔の旧階級においてはサタン、ベルゼブブに次ぐ。 第三位の地位を持つ兄弟の魔人とされる。キリスト教の七つの大罪では、嫉妬を司る悪魔とされている。また、嫉妬は、動物で表された場合は、蛇となり、レビアタンが、海蛇として描かれる場合の外観と一致する。大航海時代のヨーロッパの船乗りにとっては、レビアタンは、船の周りをぐるぐる泳いで渦巻きを作り、船を人のみにしてしまう。 クジラのような巨大な海の怪物だった。オケを投じることで、レビアタンを避けることができると信じられた。近代以降は、もっぱら海、または水中の怪物や、それを想起させるようなものの名称や代名詞的な存在として、小説やゲームなどの創作物に登場するようになる。現実の例としても、イギリス海軍の官名に用いられている。特殊な例としては、 トマス・ホップズのリバイアさんがある。ホップズは、この著作の中で、社会契約によって形成された国家のことを大怪物としてのレビアタンになぞらえており、同時に、それは、怪物というよりも、人間に平和と防衛を保障する、地上の神と言うべきだろうとも述べている。二0 1年、南米ペルーで見つかった千三百万年前に、生息していたと見られる新種のマッコウクジラの仲間には、 レビアタンにちなんで、リビアタンメルビレーという学名が付けられた。ありがとうございます。